ないか。岬のやついろんなところに友達がいるんだな。ずいぶん腕を上げたな。先輩、抜かせてもらいます。やった。先輩、いいなー。美咲め、俺にボールが来れば絶対に点が取れたのに。美咲くん、沢良くんの突進を見事に食い止めました。美咲くんのドリブルは定評通り素晴らしいスピードです。何してる、早くそいつを止めないか。来たな、つらさかい。さあ美咲くん、ロングパスだ。俺が沢良くんに綺麗に通った。翼くん、ドリブルの方向を変えてわざわざ中学に立ち向かっていきます。こいつ、どうしても俺を抜く気か。ボールが消えた。おっと、なんと翼くん、ヒールでボールを浮かした。さあそのまま走り込んでボレーシュート。キーパー取れない、ゴール。南葛選手だ。いつの間にあんなテクニックを。ロベルト、あの子本当にうちの翼なの？え？だってあんなことできるなんて知らなかったんだもん。僕だって驚いてますよ。翼くんのシュートで南葛が先取点を挙げました。しかしこれが小学生のプレーでしょうか。いや、全く信じられない離れ技です。優勝するのは名和じゃない、俺たち南葛が優勝するよ。ヒューガさん、すみません、僕がボールを取られてしまったもんだから。ヒューガさん、キャプテン、翼くん、よくやったな。あんなテクニック、どこで覚えたんだ。思いつきだよ。最初の蹴り合いで足がしびれたから、しびれない方法はないかって考えてて思いついたんだ。思いつきだけでやっちゃうなんてすごいやつだぜ、お前は。そんなことないよ。あ、南葛には若林以外にあんな奴がいたと。あの大空翼って子もやりますね。ええ、この後の日向小次郎の動きも楽しみだわ。
あいつは気性が激しいだけに内心は煮えくり返ってるでしょうからね。さあ、明和のキックオフで試合再開です。おっと、早くも南葛ボールをインターセプト。早いけ、追加点だ。いいかも、このチャンス。監督、選手たち完全に乗ってますね。うん。あれ、でもヒューマンの姿が見えない。ああ、あいつ何やってんだ。ヒューガさん。おや、どうしたんでしょう。名は期待のヒューガ君、先ほどからゴールの隅にじーっとしたままです。ゴジロ。そうじゃ、その目じゃ、その目をしている限りお前は負けはせん。さあ、南葛フォワード陣、パスをつないであっという間にシュートエリアに入った。このボールをきついて群れるワントラップ、ドリブルに入った。さあ、シュートを打てるか。くれー、ミドルシュート、キーパー取れない。やったー、先制。あっと惜しい、ゴールポストに当たった。くそー、惜しいな。さあ、跳ね返ったボールは沢田君がクリア。さあ、このボールは南葛だ、翼君がカット。そのままゴール目指してドリブルに入った。いいな翼、行け、2点でも頼むぞ。翼君、頑張れ翼君。いや、いつまでも調子に乗ってんじゃねえ。今まで鳴りを潜めていた日向君、猛然と翼君めがけてダッシュ。さあ、今度は日向君が翼君に一騎打ちを挑みます。俺は負けないぞ。日向君、ものすごいスライディングタックル。ものすごいスピードでドリブルに入った。優勝するのは南葛だと笑わせるな。やっと絶対に抜かせるぞ。優勝するのはシュートさせるな。優勝するのは俺たち明和だ。なんと日向君、キーパーを弾き飛ばしてのシュートです。これで同点、1対1。すごい。森崎君、大丈夫か。そうじゃ、それでいいんだ小次郎。あいつわざとキーパーの顔を狙ったな。しかし、なぜ。ヒューガのやつ。二人とも我が東邦学園がマークしてるだけありますね。ええ、この一騎打ち、どっちに転ぶか。
反撃で同点ゴールを入れられてしまった俺たち。その凄まじいシュートはキーパー森崎くんにボールへの恐怖心を与えてしまった。こんなことじゃ負けてしまう。今の南葛 SC にはキーパーは君しかいないんだ。森崎くん、ボールは友達、怖くなんかないんだ。大事な友達しっかりと捕まえるんだ。次回キャプテン翼、恐怖の弾丸シュート、キックオフ。これが若さというけれど、I'm not afraid.